もうこれ恥ずかしさを捨てていただいて、はい、ではここからね撮影します。今日はとても気持ちがいいですね。風がありますね。そうですね、はい。そして今日はルフィ、お前は前回撮影した時よりもパワーアップしたと聞いている。俺は期待しているぞ。では変身を頼む。ルフィメイクアップ。ルフィパワーパワーメイクアップ。メイクアップ。さあどうなんでしょうか。おー、綺麗な肌が見えてますよ。そしておお、全然可愛らしい。うん、そういう髪型も似合ってて可愛いと思いますよ。そして海の背景ですから綺麗にやっぱ見えてます。ありがとうございます。どうですかルフィ、この広大な海を見て。最高だ。今日はじゃあ撮影を楽しみましょう。おお、オッケーオッケー。じゃいいですね。ルフィ、前回よりパワーアップしたか？したぞ。じゃああと振り向く言ってもらって、その同じポーズを。おお。なんとかのバカ野郎ってやってみたら。バカ野郎。いいですね。あ、いいですね。やっぱり海だからとても。面白いですね。うん、似合ってるし、この波の音がすごく心地がいい。うん、似合ってますね。うん、海になんかちなむ歌もね、結構いろいろありますから。ありますね。うん、やっぱりあれ肌が綺麗やね。本当に。そしてとても細い、うん、スタイルがいいから、やっぱり多くの人は羨ましいって言いますよ。もうちょっと私たちダイエットしなきゃっていう人多いから。いやいやいや、そんなことない。うん、昔はぽっちゃりしてました。あ、本当、何かダイエットの秘訣とかありますか？なんかね、よく寝ること。へえ、意外と寝ることがいい。そう、多くの人はやっぱり食事制限とかね、あれやるけど、あれはやっぱりリバウンドが強いって言ってるんですよ。よく寝たら自然とあんまり食べないのね。へえ、運動は特にしなくてよかったの？運動してない。へえ、それ本当羨ましい痩せ方ね。でも私よく迷子になるから。迷子になる？道に迷子になる。おお、なんか必然的に歩いてる。ああ、なるほど。ああ、かわいらしい。うん、いいですね。そして真夏の太陽の下だから本当に。うん、衣装もさらにもっと綺麗に見えるし、その白い肌が本当に綺麗に見えますよ。いや、うん、そして前回も言いましたけど、笑顔が本当に素敵な笑顔で、うん、そこが美香さんのやっぱすごいなと思うとこですよ。いや、堤さんが話しやすいから。なるほど、うん、私も同じですよ。美香さんやっぱ趣味もね、共通点が同じだから。そうですね、前回もそうでしたけど、おた話で盛り上がるってやつね。楽しかったね。そうそうそう。これも横からも撮影していきましょう。はい、いいですね。海もバックに見えてますから、本当にこれは綺麗。天気ね、晴れてくれてありがとうってやつですよ。気持ちいいですね。うん、たまにやっぱこうのんびりした時間がね、こういうとこで過ごすといいと思いますよ。にはないので。あ、本当。あ、いいですね。表情もかっこいい。そういうこと。ルフィ、お前が今日は成長したと聞いている。だから俺からの選別贈り物を持ってきた。早速これを開けてみるんだ。ありがとう。うん、そしたら何が入ってるかが分かる。うん、開けてみていいよ。何が入っているんだ。そう、何が入っているんだ。失礼します。いいよ。おお、すごい。すごい。すごいぞ。おー、出てきました。飛ばされちゃう。結構ね、サイズがでかいらしい。あ、やっぱかっこいい。これはすごいぞ。すごいぞ、すごいぞ。
これを今から、うん、開封開けてみようか。開けてみようか、うん、開封の儀。開封の儀。これはね、とても早かった。楽天で頼んだらもう次の日にもう発送しましたって言ってるから、めちゃくちゃ仕事が早いとこだった。すごい。おー、かっこいい。うん、これはやっぱり海賊王には似合うんじゃないかと。そしてサイズも結構大きいらしいんで、こう敷くだけじゃなくもうマントにもなるらしい。それぐらいのサイズがあるらしくて。いけてるじゃないか。いけてるいけてる。じゃあその袋の方はこちらに受け取って。はい。なるほど、袋にも骸骨マークついてたのね。へえ、なるほど。でもこんないいものを引いちゃっていいの？全然いいよ。ありがとうございます。もう直に引いちゃっていいの？大丈夫大丈夫。もうこれはルフィのための撮影のためですから。ありがとう。すごいね、思ったよりもサイズが大きい。おお、いいねいいね。おお。で、そこに引いてもらって。ルフィ、選別の海賊王の旗だ。お前は今日からこれで本物の海賊王になるんだ。海賊王に俺はなる。なる、さあさあさあ。おお、なんか旗を持つと急に風が強くなったよね、感じますね。不思議な感じ。おお、でもいいです。旗見えててかっこいい。ルフィ、お前は俺の意志を継いで海賊王になるんだ。なる。仲間をどんどん探していこう。うん。だからこの大航海の海。最高だ。最高だ。それも全然あの髪の毛ね、新しいウィッグになりましたけど、全然可愛らしいと思いますよ。うん、海が背景に見えてます。足細いね、本当にこうやって見ると、うん、本当にあのダイエットしたいっていうなんか羨ましいって思う体型ですよ。ありがとうございます。うん、私も昔逆だった。逆だったんだ。へえ。全然いいですよ。じゃあこれは帽子も取ってもらってやめましょうか。はい。足の中で撮れてます。ルフィはどのパンを取ろうとしているんだってやつね。
いいよ。チーズの入ったパン。チーズの入ったパン。ちっはい。じゃあこの中ではどれが一番好きだ。全部好きなんだ。おお、いいことだね。じゃあどれか一つ選んでもらって。やっぱりこれだ。食べながら美味しさというものをちょっと伝えてもらおうか。行くぞ。うん。いただきます。どうぞ。うーん。うん。うん。パンがもっちりして柔らかい。柔らかい。うん。その中にチーズが入ってる。チーズが入っている。ちょうどいい組み合わせ。ちょうどいい組み合わせ。素晴らしい。コメントもちゃんとできてて、リポーターできますよ。うん、すごい。あ、海にはぴったりの味だ。あ、ぴったりの味だ。いいね。うん、じゃあ柔らかいパンと硬いパンはどっちが好きですか。フランスパンみたいな。どっちも好き。あ、どっちも好きなんだ。本当にどっちも好きが多いね。いいこと。あまり嫌いなものはないっていう感じかな。少ない。いいことですよ、それは。うん、今時の子は野菜がね、嫌いっていう子が多いから。人参が食べれない、ピーマンが食べれないみたいに。うん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 、そう、野菜も食べないと栄養取れないぞ、ルフィみたいに強くなれないぞってね。うん、そうそう。いいね、美味しそうだ、ほんと。うん、いいよ。もう半分いってしまった。いいよ。値段はいくらだったですか。これは100円だ。あ、本当安い。おお。じゃあ子供さんのね、お小遣いでも買えるからおすすめだ。うん。パン屋さんで買ったんだ。あ、人気のパン屋さん。へえ。たまにテレビの取材とかでもね、その人気のパン屋さんってあるから。行ってみたいぞ。うん。